僕ね、アメリカに行くと必ず立ち寄るお店っていうのがいくつかあって、でその中の一つがクレイト&バレルっていうお店なんですけど、あのね、あの結構人気があるこのまな板買った場所なんですけど、でももうこれ売ってなかったですよね。てかもうこれ買ったのすごい7、8年以上前だと思うんで、でね、そのクレイト&バレルっていうところに行ってきて、で今回もね買ってきたので、ちょっと開ける前にっていうか皆さんと一緒に開けようかなと思って、で本当はねもっと買いたいものいっぱいあったんですけど、アメリカから日本に持って帰ってくるのも結構大変なので、今回はこれだけで我慢しました。あ、でもねこれとこれは違うお店で買いました。それでこれが今回買ってきたもの全部なんですけど、まずこのスパチュラ、スパチュラはあの買うつもりはなかったんですけど、この なんていうんですかね、この柔らかさがすごいちょうどよくて使いやすそうだなと思って、これは大と小買ってきました。で、あとこのグラスはこのね蓋が割とすぐ取れちゃうんで、まあ、外出するときには持っていけないんですけど、まあ、家の中で使うのに、まあ、ちょっと形が可愛いので買ってきました。でこの塩と胡椒のやつは、これは個人的にちょっとここら辺に置いとくのに欲しかったので買ってきました。でねこれなんか、これ回すんじゃなくてなんかこう押すんですよね、ここちょっと珍しかったのと、まあ、形大きさちょうど良かったので買ってきました。でこのどこのなんか軽量スプーンがねすごい珍しい形だったんで、まあ、ちょっと動画にも使ったら面白いかなと思ってこれは買ってきました。なんかこれねコップの上とかに置いて、でくるってやって次の測って、くるってやって次の測ってってやるような感じで作られてるらしいんですけど、まあ、形がねすごい可愛いので買ってきました。で、あとこの軽量カップと軽量スプーン、まあ、これもねまた軽量スプーン買ってますけどまあ、ね、軽量スプーンがね結構好きなのでなんかね可愛いのあるとついつい買っちゃうんですけど、まあ、これは見た目が可愛かったので、まあ、これもねちょっと動画で使えるかなと思って買ってきました。まあ、こんな感じでございます。でこれはですね、これ何なんでしょうね、なんかのトレイですけど、あのちょっとコーヒー道具が少しずつ増えてきちゃったので、コーヒー道具を置くのにちょうどいいかなと思ってこれを買ってきました。乗るかしら。まあこんな感じかな。うん、ぴったり。